ああ、せっかく用意した自己紹介が台無しになったな。果てしない混沌、今のうちによーく考えてくれよ。どっち？もう見つけたのか。頭ゆらゆら、お胸ぐるぐる、貴様たちのお出まし気をつけろよ。足元に倒れた先人を踏まないようにな。せいぜい奴らと正しい道を進めば。そう急ぐな、落ちれば粉々になっちまう。やっふふー、ドカーン、えい、ためらいもなくバッサリ。ほら俺たち似た者同士だと思わないか。今は反論を認めないぞ。ルールを作る側のヤギ界とルールを破る黒闇、どっちになりたい？強靭の集団の中にいるただ一人の正常者、お前にとって彼は正常か、それともただの異端者か。考えてみろ、ヤギ界は世界の断りじゃねえ。奴がいなくなれば世界は黒闇を受け入れてくれる。加害者と被害者のカテゴリーをなくすことができる。カーの元凶を破りました。これで少しは手加減してくれてどうもありがとう。脅迫者さんに近づかないで。俺と脅迫者二人にしてくれるって約束したはずだよな。条件付きでね。変なアドリブ入れないで。そんな急いでお前の脆い完璧な学章を守らなくてもいいじゃないか。加減は分かっている、わざわざ言わなくていい。脅迫者、どうやら今回のデートはこれで終わり。ただし俺が言ったことを忘れるな。天からの賜り物、公正公平な取引、それとも一攫千金の博打。さあお前は最後に何を選ぶのか、今から楽しみで仕方ない。お前は賢いからそう簡単には決められないだろうな。ではまた近いうちに会おう。追いますか？スカーは空間テレポートと異空間を生成する能力を持っているようですね。さっき閉鎖空間に閉じ込められた時、ほとんど何も感知できなくなってしまいました。それで元凶を破るのにも手間取ってしまって、遅くなってごめんなさい。お兄ちゃん、どうしてここに？これほどの知能を持つ残像は初めて見ました。でもお兄ちゃんってまさか。可能性はあります。スカーも昔ここに来てたのですから。それより脅迫者さん、私が来るまでに何があったのですか？
基地村で起きた惨劇の真相、どうやらあの儀式と深く関連しているようですね。スカーはよく物語を使って自分の理念と立場に大義名分を与え正当化させます。彼の言葉の真意を確かめるには実際に儀式が行われた場所を調べるしかありません。あれ、どうかしましたか？残像周波数の痕跡が2つ、そういうことですか？風が導く方向はあちらです。行きましょう。南か。はい、二人とも無事です。ご推察の通り、スカーは彼らに実害を加えませんでした。はい、ご指示の通り、私は一切手出ししていません。そちらの状況はいかがでしょうか？どうか身の安全を第一にお願いします、レイン様。